どうもご視聴いただき誠にありがとうございます。YouTube です。今日はですね、アルトのライトを HID から LED に交換していきます。で、今日買ってきたのが、ライミーの LED ライトです。で、なぜこれを買ったかというと、まず、Amazon でベストセラーだったこと。それと、理由が二つ目。この純正のライトと同じ大きさ、ほぼですね、同じ大きさだということが大きな理由です。これだと失敗のリスクが減らせるということもあります。じゃあ早速中身の方を見ていきましょう。箱を開けるとオレンジの箱が出てきます。何やらエルメスのような感じですね。おお、中身はこんな感じですね。これの前のタイプがもうちょっとここぐらいまで長かったんですね。失敗するリスク、故障のリスク等も軽減できるかと思います。じゃあ早速取り付けていきましょう。はい、では今光のメーカーのものがついていますので外していきます。で、台座を抜けて走ります。今回取り付けるのはもう純正と同じ形状ですので、このような台座はないです。はい、じゃあ取り付けていきます。はい、で、サクッと、ちょっと固めですね。で、ゴムキャップを戻してやります。まあ、台座がないのですごい楽に感じます。で、あとコネクタを入れてやるだけで完了です。とりあえず今ついている HID と LED、せっかくなんで比較してみましょうか。はい、では夜間の走行いきます。今はですね、ロービームを照らしていますが、さあどんな光量を見せてくれるでしょうかね。おそらくカメラを通して見ると若干暗く見えるんですけども、しっかりとロービームで照らす範囲に関しては問題はないと思います。後でカットラインの方も壁に移してお届けしたいと思っております。そしてですね、ハイビームなんですけども、購入先の Amazon の説明書きにもあるんですけども、ロービームではなくハイビームを照らした場合っていうのはしっかりとですね、直線的に照らして散らばりのない光を見せてくれるということなので、ちょっと直線な時に、あ、ここ直線なので照らしますね。これがハイビームですね。周りに余計な光の散らばりもなく、まっすぐと夜の明かりを照らしてくれるという印象が第一の感想ですね。で、ロービームを今照らしてるんですけども、この目で見て
確認できるレベルでカットレーンが入っているっていうのが分かります。届いた時点で、工事の方はですね調整済みと書いてあるんですけども、車種によっては多少ズレがありますので、それの調整数がもしかしたらですね必要になってくるかと思います。最初に申し上げたんですけども、このライミンから出てる 9S と読むのか 9S と読むのか、分からないんですけども、1年保証がついているということ、それから車検対応、そして Amazon でベストセラーナンバーワンということですね。私としてはちょっとお高めな5980円という価格なんですけども、有名メーカーのものの、1万円とか2万円3万円を超えるものには当然負けてくるかなという感じはあります。それと、前まで私がつけていた光さんのですね、HID ライトに比べますと若干物足りなさは感じるんですよね、光量に関しては。ただ最近の車のLED ライトの光だなっていう印象は前半の動画を見ていただくとよく分かっていただけたかと思います。ハイビーム、ロービーム、ハイビーム、ロービーム、これ今下りなんですけど、ハイビーム、ロービーム、今ハイビームですね。これなら対向車に迷惑をかけにくいという感じが本当によくわかりますね。ただもうちょっと光欲しいっていうのは本音ですね。チップの方もまあそれなりのメーカーのものが入っているということだし、やっぱり取り付けが簡単っていうのが本当にいいですね。台座もないし純正と同じ感覚で取り付けができるというところがとても簡単でこれでいいのっていう感じでしたね。それでは最後にカットラインの方を見ていきましょう。はい、ではちょっとだけ外に出てどんな感じか見てみましょう。もうこの時点でめっちゃ明るいっていうのは分かりますよね。で、重要なカットラインですよね。ちょうどここにビシッと入ってるのが分かります。ちょうど白線がこの辺に来るので対向車には迷惑のかかりにくいものになっています。でいいなと思ったのが工事がしっかりしているので調整量の節約にでもなるということが言えると思います。ちなみに正面から見るとすみませんね、眩しいかもしれない。もうこんな感じですね。じゃあもう少し近づいてカットラインの方を見てみましょう。そう、点灯します。早いですね。はい、カットラインはこんな感じですね。ではハイビーム照らします。はい、ちょっと近づきますね。まあ、これは説明書の通りしっかり前を照らして散らばりなく照らしているという感じが見てわかります。こんな感じですね。いかがでしょうか。ということで今日はですね、ライミーの 9S で読み方
当てたらいいですけど、新しい2018年バージョンのですねバルブのご紹介でした。ということで本日のご視聴ご視聴ありがとうございます。よいと勝ちましたからですね、ぜひ評価コメントチャンネル登録よろしくお願い申し上げます。 MeTube TV でした。ではお会いしましょう。